どっかいとどっせどおちです。はい、ということでですね、はい、はい、今日はですね、皆さんに何をやっていただこうかと申し上げますと、はい、まあ、題して英語レシピというものなんですけれども、僕が英語だけで書いたレシピを作ってきました。まあ、例えばですけど、まあ、おにぎりだったらライスボールで、はいはいはい、食材がライスで、料理の名前英語。あ、入ってるんだ。入ってる。余裕じゃん。食材が英語で書いてあるので、はい、まあ、まあ、これだろっていうものを買っていただいて、まあ、その品名をもとに、まあ、これだろっていうのを、まあ、クックパッドとか見ていいんで、まあ、ちょっと作ってもらって、ここに持ってきてもらおうかなと。ああ、はい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 。まあ、とりあえず、じゃ今から LINE でメモのスクショを送るんで、ちょっと見てもらいましょう。わかりました。じゃあ行きまーす。はーい。うわ、ムーズムーズ。まあ、僕はここであえて発音はしません。買い物に行ってきてください。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。これ結構食材簡単じゃね。まず分かるやつから攻めていこう。まずじゃあ普通にライス行こうね。ライスライスは米だからな、もう紛れもなく。じゃあ米です。次はキャロット、人参。ちょっと遅いかもしれないですけど、いいですか、一つ。はい。オーバーライスって書いてあるんですよ。オーバーライスってどういう意味ですか。多分それはあれじゃない、なんちゃら楽器的な感じじゃない。ああ、何、レシピの穴があってさ、分量書いてねえんだよ。そうなんだよね。まあ一本でいいよ、足りるよ。じゃあ人参いきます。あとはそのチャイニーズキャベツ。チャイニーズキャベツってなんだよ。あるかもしれない、チャイニーズキャベツ書いてあるやつが。見たことない。俺も見たことない。俺もねえ。どうする、普通のキャベツを買っていくっていう賭けに出るか、それとも一旦保留にするか。行こう。最悪間違ってても、まあ美味しくはなると思う。フォローはできる。フォローはできると。じゃあキャベツいきます。あとは出たー、うん、バンブー、バンブーショット。バンブーショット、バンブーショット一旦保留にしよう。バンブーショットいい。バンブーショット一旦保留。ポーク、豚肉です。豚肉いきましょう。うまそう。何肉ってか、豚肉の何かわかんないんだよ。これに関しては考えようがねえからちなみにだけど、今のところ予想ない。これなんかね、あんかけとかそっち系の類のやつなんじゃないかなって思って。とりあえず肉はもうバラ肉買っとこう。そうね、もうグラムであれだから安いんでいいんじゃない。これが一番安いんだよ。 10% 引き。お買い得。よし、次シュリンプ、エビ。シュリンプ、エビ。シュリンプ英語なのに中国語っぽい。オッケー、エビです。じゃあついでにゼリーフィッシュも行こう。クラゲってなんかこのクラゲなのか、普通料理で使うのってキクラゲの方や。いやでもゼリーフィッシュだよ。だってキクラゲは日本名なだけでさ、実際あれ別に海藻じゃん。キクラゲがいいと思う俺は。了解、キクラゲ行こう。あとはあれだ、バンブースティック。バンブーショット。バンブーショット。あとあれだよ、クレイルエッグ。あー忘れてた、卵みたいな、なんとか卵だ。多分クレイルエッグ、うずらの卵だ。あー、そう思った俺も。でもうずらの卵だったらさっきのあんかけ熱くない？熱いかもしれない。いや、けどだからライスが邪魔してるんだよな、俺の中で。中華丼みたいなことなんだ。そういうこと。つけてってこと。あ、そういうこと。中華丼ってこと。オーバー。あ、まあ、それで行こう、それで行こう。来た、したらうずらの卵探しに行こう。オッケー。じゃあクワイルエッグはうずらで行きます。よし、残るはバンブーショットのみ。バンブーショットって何。ショット。バンブーってなんだっけ本当に。知ってんだよな、バンブーっていう単語は。バンブーショット来たかもしれない。なんだバンブーショット。そのさ、今モッチがさ、やったじゃん、こう。そうそうそう。これバンブーなんとかバンブーダンスだよね。あ、竹じゃん。うん、竹の子じゃね。俺もちょっと思った、これ竹に出てワンチャンあると思う。中華丼そうだよ、あんじゃん。そうだよ、竹の子です、竹の子です。あと水だって、バンブーショットじゃん。あ、ショットショット。じゃあ、バンブーショットは竹の子で。じゃあ、買いますね。買おう。さあ、俺らの予想はあんかけ的なね。そうね、そう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 、中華丼だね。え、もういいよ。あ、もうこれやん。かけるんだ、これを。やっぱエビがいい色になってる。ジャンがいい。うわー、もうこれは勝ち。もう
これはマジ勝ち。おー、やばいよこれ、来たよ。完成しました。まあ、大体ですね、1時間弱ぐらいが経過しました。どうやら自信がかなりあるようなので、持ってきてもらおうと思います。レンデレレンデレ。目をつぶってますか。目をつぶってください。僕たちが作った料理はこちらです。じゃーん。あんかけ丼です。おー。下にご飯があるのかな。あります。まあとりあえず食え。僕はちょっとエビが食べれない。あ、まったれたこと言ってんじゃねえ。アレルギー、アレルギー。いただきます。はい、どうですか。まあまあまあうまいよ。おー、ちょっと薄味だけど、うん、まあ物としては完成してはいる。ちなみに食材は何を買ったんだ。米、エビ、キクラゲ、豚肉、キャベツ、人参、タケノコ。なるほど。卵はうずらの卵です。はい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 。大正解。おお。これキャベツではなくて、あれ白菜だ。クックパッドをね、見て作ろうと思ったら、クックパッドに白菜をって書いてあって、白菜だわってなった瞬間からもうクックパッドを封印しました。なるほど。キクラゲとかすごい難しいのかなと思ってた。キクラゲだよね。そうそうそう。どうなってたんだ。いや、やっぱあれじゃない、俺のこのバンブーショットのひらめきがさ、それな。どう。バンブーショットはタケノコかな。そう、タケノコ。よく思いついたね。バンブーダンスあんじゃん。で、あれバンブーを飛ぶからバンブーダンス、バンブータケノコだなって。すげえ。すげえ。